何を、やつに何を言った。あいつがハンターだなんて、ハンターはもう死んでんだ。だいたいショッピングセンターに来なかったのが許しがたいミスだ。それがつい女に引っかかっちまって。そしてハンターに喋った。そうだな、やつはなぜ生きてた。俺たちはやつを殺した。違うか。いや、やったよ。だがやつはあの場に現れた。どうしてだ。その答えは一つしかありえん。お前が喋った。やつは何と言った。何と言ったんだ。あんたに言えと言われたよ。死んでもらうって。ロッソ、ハンターを消すんだ。一人の男を探し出すために人員を割くのは不可能だ。大事な作戦の最中だぞ。俺一人で片付ける。いかんだ、ストフ。まずいことになった。どうするつもりなんだ。あんたはただ高みの見物をしてるだけじゃないか。俺はきっと奴に殺される。俺たちはやったことはやったんだ。彼の娘を殺し、サビーヌを追った。悪いことにブラッツは彼女が好きだ。ついてない。俺はもともとブラッツはお前たち素人の手には負えないと思ってた。あいつはプロ中のプロだ。遅かれ早かれ俺が奴をやるしかないようだ。おじけづいたようだな。とんでもない。何を言い出すんだ急に。お前はもう用なしだ。役目は終わった。別に気にしてなかった。人造人間を一人加えるのは常識だからね。アンドロイドという呼び方の方がいいね。了解。それが何か。いや、申し訳ない、うっかりしてたよ。リプリーの前の旅の時、アンドロイドが機能不全に陥ってね。機能不全。いろいろ問題が起きて何人か死んだんだよ。それはショックだ。旧式のやつですか。ハイパーダインの 120A2。 それならわかる。 A2 は出来が悪くてね。今は行動抑止装置がついてるから大丈夫。人間を傷つけたり、傷つくのが分かっててそのまま見過ごすようなことは決してない。フランスは脱走した捕虜の捜索に君のヘリコプターがいる。奴らは川を下ってるはずだ。悪いが力にはなれんね。行かないでくれ。いや、帰る。さあ、出発だ。おい、何する、離せ。何のつもりだ。私が命令したのだ。組織はこの私が引き継ぐ。だから安心して死ね。お前の死体も確かめずに黙って立ち去ると思ったか。確かめるためだけか。どちらが強いか試したいんじゃないのか。だから一人でここに残ったんだろう。お前はそんな奴だ。ただ私を殺すためでなく、ヒーローになりたいために残った。一対一の勝負だ。私を倒せば、文字通りお前はヒーローになる。どちらが強いか素手で戦って決めようじゃないか。ガス、うん、モンタナへ行ってみようじゃないか。ジェイクの話を聞くとまるで天国だ。わしに言わせりゃまだ未開の地だ。行けば必ずまたインディアンと戦いが始まるぞ。覚悟の上だ。牛を連れて北へ出かけよう。じゃあこうするんだな。お前が先に行ってインディアンを追っ払い、小屋を建て、暖炉に火を起こして待ってろ。牛はわしとジェイクが集めて連れていく。お前とジェイクの牛集めをこの目で見たいんだ。すぐやりたいんだ。早くその土地を見たい。弁護士や銀行屋が乗り込む前にだ。なぜ馬をくれたんだ。わかりません。なぜだか
一銭とも値引きしない人間がなぜお前にタダでくれたのかわからん。不思議だ。じゃあ埋めろ。まず中入れろ。そしたらそのままにしとけ。俺からちょっと言うことがある。埋めるのはそれからでいいよ。実はそのお祈りの言葉を言いたいが、しかし言っていいのか、また何を言っていいのか。ウルフ、それにバーカ、それにキーナ、友達ってことではなかったけど、でも嫌いじゃなかった。あんなことを。そう、俺にはとてもできるとは思わなかったけど、普通なら思いもよらないことだった。でもやってしまった。だけど、もう予想を言い訳じみてくるだけだ。もう土をかぶせてもいいぞ。